こんにちは、粟田洋介です。今日はちょっと変わったキャンバスを作ります。今日これから作るキャンバスはバスキュアが使っていたキャンバスを参考に作ります。ジャン・ミシェル・バスキュアという1980年代に活躍したアメリカの画家です。アンディ・ウォーホルと合作をしたことでも有名です。ちょっと著作権の関係で写真を出していいのかわからないので写真は出しませんが、そのバスキュアの作品の中でこんな感じで木を組み合わせて作ったキャンバスがあります。なのでこれは私が考えた方法ではありません。で、バスキュアの作品はすごい大きいんですけど、今日作るのはそのミニチュアバージョンです。なんかちょっとしたインテリアとしてもおしゃれなんじゃないかと思います。で、うちにあったこの木を適当な大きさに切って作っていこうと思います。では木をこのノコギリで切っていきます。長さは適当です。3ついっぺんに切ります。今度は2ついっぺんに切ります。次は紙やすりをかけていくんですが、手元にこの紙やすりしかなくて、これは120番の紙やすりです。こんな使いかけの小さいのしかなかったんですけど、これでも十分大丈夫です。で、こんな感じで切れました。4つ1組なんですけど9本なので2組プラス余分1本ができてしまいました。ではこれを組み立ててネジで留めていきます。ではこれを組み合わせていきます。どんな感じがいいかな。長さがちょっと違うのと、で短いの2本、こんな感じ。長いの使おうかな、こうかな、こんな感じにしようと思います。こんな感じね。でこれネジで留める前にちょっと穴を開けようと思います。多分大丈夫だと思うんですけど、この板が割れないようにドリルで穴を開けます。2つ穴を開けます。次はネジで留めていきます。この感じかな。シャシャ。こんな感じで止まりました。ここにキャンバスを貼っていきます。で、ちょっとこのキャンバスは切らなければなりませんね。このキャンバスはこういう風に巻いて貼るので、この部分をカットします。線引いちゃおうかな、外側こうですね。この部分をカットしよう。カットしていきます。こうかな。こんな感じで切ってみます。で、こういう風にこういう風になるわけです。で、ひっくり返すとこんな感じの見た目です。ちょっとこっちが短かったり長かったりですけど、まあなんとかなるでしょう。で、キャンバスを貼る前にここの切った部分ですね、ここに色を塗っていきたいと思います。これはこのペイントで塗ったので、
このペイントでこの部分とかを塗っていこうと思います。ではこのペイントを乾かしている間にこのキャンバスにちょっと色を塗っていきたいと思います。この茶色に合わせて茶色系の色を塗っていきたいと思います。でこのキャンバスを貼る前に塗ってしまうので、もうなんか最初からなんか絵のバックグラウンドみたいな感じで塗っていこうと思います。はい、ではこの木の枠もキャンバスも乾いたので次のステップに行こうと思います。キャンバスを麻紐でちょっと縛って、実質的な目的はないんですけど、ちょっとこれは飾りですね。ここで縛ろう。これを4箇所にやっていきます。こんな感じで結びました。で次はこのキャンバスですね。キャンバスをここに貼っていきます。こういう感じになります。ここがね、こういうところがチラ見せになります。ここの部分をじゃあまずホチキスで反対側も、止めます。こんな感じですね。この両サイド3つずつを先に止めます。こっち側を先に止めてみます。こっちも思いっきり引っ張って、ここがピンとなっていることを確認して、止めます。いいかもしれないな。でこれもこっちを引っ張って、こっちもまず先にこっち側ですね、止めました。でこれはこういうふうに引っ張っちゃうから、まずは端から止めてみます。こっちの端ちょっと引っ張ってみます。なんかいい感じです。真ん中止める前にこれもこっちの方向にこうやって引っ張ってピーンとさせます。かなりいい感じです。でこれもこっち側に、でここがピーンとなって、あ、いい感じですね。で真ん中止めますね。引っ張って間も止めちゃおうかな。これでぴったしになりましたね。なんかこんな感じになりました。キャンバスもいい感じでピンとなっています。で茶色のバックグラウンドもなんかいい感じになりました。なのでここに絵を描くのがすごい楽しみです。ちょっと今日はもう遅いので後日絵を描こうと思います。バスキュアってその作品にもよるんですけど、
木の部分まで多分わざとだと思うんですけど、バーってはみ出して描いたりとか、それはそれでかっこいいんですけど、ちょっと今回こんな感じなので、はみ出したりしないように綺麗めに描いていこうと思います。でもこれのいいのは、はみ出したところでそれはそれで味が出るということです。で、このキャンバス、作り方の説明はとりあえずここまでなんですが、この描き心地を見るためにちょっと絵を描いていこうと思います。最後はここに紐をつけていこうと思います。この2本足を基準につけようと思う。多分この辺かな、下から 15cm のあたり、こっちもだいたい下から 15cm、 この辺かな、ここですね。ここにつけていこうと思います。で、こっち側ですね。こんな感じです。で、紐を通していこうと思います。こんな感じでつきましたね。ここの紐を結んだところがなんか緩くなっちゃってて、ちょっとほどけたら嫌だなと思っているので、結び目とか紐のところにニスをつけてしまおうと思います。この絵の保護になるので、この縄とこっちに塗っていこうと思うんですが、この艶消しニスっていうのを使ってみようと思います。
ニスが乾いてこんな感じになりました。ツヤが消えているので絵がとても見やすいです。この真ん中にしたところをここにかけてまっすぐになればいいんです。こんな感じかな。なんかいい感じだと思います。それからちょっとバスキュアのこと考えてて、ちょっとこれ私の憶測なんですけど、なんかこういうキャンバスってこういう枠を作るのに比べて作りやすいんですよね。こういう枠を作るためのボードって売ってて、そういうのってちょっと組み立てやすいんですけど、普通の木を切って作るとなると、ここ45度に切ってぴったりくっつけてみたいなことをやらなきゃないので、これだったらある程度決まった長さに切ってこういうふうにバッテンに留めていけばいいので、こういうふうにきちんと切ったり合わせたり重ねて留めてるだけなので、作る時間も短縮されると思うんですね。ただキャンバス貼るときに四角いキャンバスっていうよりも、こうビッて切り抜かなきゃないので、これ剥がした後もそういうキャンバスになってしまうっていうことにはなるんですが、こういうキャンバス作るよりも時間が短縮されるので、そういう意味でもいいんじゃないかと思います。それでこの書き心地なんですけど、ここのところちょっと歪んでいるとはいえ、普通にキャンバスが貼ってあるって感じなので書きやすかったです。で、この2つは2017年の作品なんですが、これも長さ測ってないんでこことか曲がったりしてるんですが、これに比べると四角って感じの形になっています。で、初めて作ったやつはこんな感じでした。ちょっと今回作ったやつに形が似てますが、色とか絵が違うと雰囲気が全然変わります。あとこういう感じのものや、こういう感じのもの、それからこういう感じのもの、他にも作って描いたので多分10個ぐらい作ったんじゃないかなと思います。またたまに作ってみようかなと思います。皆さんもよかったら作ってみてください。ということで長くなりましたが、今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録などいただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。